本日から勝ち抜き対決サクサクセスシーズン2と題して動画投稿していくぜ。そしてシーズン2、ピーマンが指定したグループ条件はこちらになります。まず1グループ、今回は2選手まで。その選手を自分が嫌いな1球団のこの選手は認めざるを得ないなと思う選手を選んでくれという条件を出しました。一見ファン同士の対立を煽っている誤解を与えるグループ条件に見えるけど、ちゃんとした理由があるんですよ。というのもこれはピーマンの持論です。物事の本質ってやつは、好きな人が見るより実は嫌いな人が見た方が確信をつくことが多いと思う。というのもね、プロ野球というスポーツ、客観的なデータが全て出るよね。この選手の打撃はいいのか悪いのか、守備はいいのか悪いのか、走塁はいいのか悪いのかといったようにデータが出るんですけど、好きな人の場合はやっぱ印象が強すぎてデータ以上にやっぱ選手を評価してしまってる、過大評価してしまってるパターンが多いと思う。俺もそうです。やっぱ巨人のファンなんで、巨人の選手っていうのはデータ以上に評価してしまってる。ただ嫌いな人が見た場合、もともと嫌いだからマイナススタートじゃないですか。でもそこから客観的なデータを見せつけられることによって、俺はこのチームの選手は嫌いだけど、ただやっぱデータが出てるのであれば認めざるを得ないよなって思う選手は各球団それぞれ絶対2人以上いるはず。だから今回はその嫌いな人ですら認めてしまうような本物と対決するべく、こちらの条件で募集させていただいたわけだ。ピーマンが確認した時点ではもうすでに40人以上の方がグループを作ってくださってました。どうもありがとうございました。今回はそのグループを作ってくださった40人の中から最もいいねがついていて、そしてまだ未だ戦ったことのない視聴者を優先させて選ばさせていただきました。シーズン2第1弾目の今回戦う視聴者考案グループというのは、読売ジャイアンツ所属の2選手。まず1人目は岡本和真、2人目は坂本勇人。このグループと対決して勝ち抜き目指しやっしょ。グループを作ってくださった視聴者の方はこちらになります。企画に参加どうもありがとうございます。そして今回はね、起用法も考えてくれというお願いもしたんですけど、その辺も考えてくれてるので、今回視聴者が考えてくれた起用法通りペナント回します。また嫌いな理由も書いてくれというお願いもしたんですけど、書いてくれてはいるんですけど、ちょっと一言言わして、あの嫌いな理由が可愛すぎるそういうんじゃないんだよね。あの昨日負けたからとか今日負けたからとか、そういう嫌いじゃなくて、もっとなんか憎悪を抱いている、そういう人と対決する予定だったんですけど、めっちゃカジュアルな嫌いよね。嫌い度で言ったら10段階で例えたらこれ1とか2の嫌いやで俺が思い描いてたものとは違うんですけど、まあでもこの人はまあおそらく阪神ファンですよね。開幕戦で負けたって書いてるので、だから阪神ファンで巨人嫌いの人が選んだのが今回こちらの選手たち。坂本に関しては分かるけど、岡本に関してはもう認められてるんだね。やっぱまだね、活躍し始めてから2年しか経過してないので、ちょっと認めるのは早すぎないかと思うんですけど、ただ阪神ファンであればあるほど2020年より認めたくなるわな。だって開幕戦であの岡本打ちまくって、そして阪神は3連敗食らって、まあ3連敗食らったのは岡本が打ちまくっただけじゃなくて、ボーアとかね、ボーアとかボーアがめちゃくちゃ関係してると思うんですけど、まあその活躍もあるからこそ今回、まあ、このこちらの視聴者の方は岡本を選び、そして2人目に坂本を選んだんじゃないでしょうか。さあここから本編のスタートだ。シーズン2第1弾目、グループ1人目に戦う選手は読売ジャイアンツ所属、巨人の4番岡本和真と対決だ。能力はこんな感じで収録されていて、弾道3でミート D の56、パワー A の80ちょうど、プラス特殊能力を持っている。この能力を考えたらですね、まあ僕は何度もペナントで回して対決してるから分かる、 OPS7 割後半以上は確実に記録してくることでね、状態によってすんごい数字が変わるんよね。ある時は OPS8 割台で終わる時もあれば、ある時は一気に飛んで9割後半とかね、場合によっちゃ10割とか、ホームランに関してもね、状態が悪かったら10前後で終わることもあるんですけど、状態によっちゃ30超えて40、50とかね、結構激しいから、ある意味数字が一番予想しづらい。まあ、とはいえどうね、下は言うても OPS7 割後半です。7割を切るとかそういうことはないので、視聴者が選んだ本物選手ですからね。だから生半可な選手を作ってたら確実にこの対決勝てないということ。岡本和真以上の巨人の4番を作らんと視聴者の関心投票を得られることはなく、俺が負けて終わる、そんな対決サクセスになるかもね。ならないようにやるだけだ。
第1弾目の今回選手を作る際はもちろん全部読売ジャイアンツで作る予定です。そして持ち込みアイテムに関してはシーズン1同様、ここはピーマンの意思によって決めるわ。だってさ、シーズン2に関しては自分の嫌いな球団であればどの選手でもいいんですよ。ぶっちゃけシーズン1以上に苦戦が強いられるし、あと視聴者にとっては勝ちやすくご褒美を手に入れやすいシーズンだからこそ、こちらとしては手を抜いている場合じゃないから、ガチガチに固めていろんなものを持ち込んでいく。ただ今回の場合はもうシンプルに打力、4番としての打力を求められる対決だから、ここは、まあ、天才カードはあるんですけど、これは次回の坂本用に残しておいた方がいいでしょう。だから使わず、ミート強化カードとパワー強化カード、打力を高めるためこの2枚を持ち込んでシーズン2記念すべき1人目の選手作っていきましょう。レッツ勝ち抜きサクサクセス。ステージ11、視聴者との対決が始まるぜ。初期能力は、うわ、難度1、やべえな。だとしたらこっから2、3と上げていかないと、今回は最低限3必要やぞ、4番としてな。で、あーでもステージ1から宝箱あるので、それにもよって野球超人伝とか入っておいてくれたら弾道をいきなり上げれることができるかもしれない。入っててくれ。あ、プロ入りカード。いや、これは逆にデメリットになるケースもあるんよね。持ってることによって、いや、そのケースの方が多いかな。それにもよって負けたことあったから、あまりいい印象ねえわ。途中で終わってしまう可能性があるからね。まあ、逆にメリットで言うと、まあ、成功が約束されてるから失敗がないとも言えるけど、でパネルがいろいろと増えたのはプラスやな。ちょっと待って、パワーパネル、ミートパネルたくさん出てきたから、まあ、弾道に関しては今どうしても上げれないからね、パネルがないから。だからその分ミートパネル、パワーパネルを踏んで力つけていこう。よかった、体力も回復。いざステージ1から共にちょっと C とかいけへんか。あ、まあまあ、でもだいぶ上げることができたが、少し力配分が下手くそなピーマンですね。体力こんな使って大丈夫かといったらいつも大丈夫じゃないんです。苦労することになるでしょうね。ステージ2、ここではどうや。あ、弾道はないですね。あの、1からのスタートなんでね、早めに出してもらわないとこちらが困るんですけど、あの、出す気ない回あるんですよね、定期的に。全く出す気がない回が。あ、よかった、ここで上がった。弾道3になりました。イエーイ、これは助かったよ。よし、あーで無地が輝き出す。3じゃねえわ、これで2になって、これで3になった。ひとまず岡本に並べたのはプラスかな。並んだってだけで、弾道だけの話ですよ、それもね。うん、それ以外の部分で超えていかないと、それが大変な回なんですよ、今回は。まあ、ひとまず弾道のその縛りから離れられたのは OK ですね。このステージに関してはこれでいいでしょう。ここまでは巨人の4番、将来的な4番としての育成は進んでるでしょうね。ここから大変。すごく大変。ステージ3、特化パネルとかあってくれたら一気に能力も上げることできるんですけど、それがない。そこにいるのは坂本勇人、高角打法持ちなんで絶対に会いたいですよ。次回お前と対決することになるが、その前にお前の協力を願いたいんだが、なぜ逃げた。嘘やろ。ほんでちょっと待てよ、これ坂本云々の話は一回捨てて、宝箱取ろう。取って、その後シャッフル踏まないとゴール手前におにぎりパネルがあるから。野球超人伝で全体能力アップで弾道はついには4になった。それはええわ、そこまでは A として。最後坂本に会った流れでゴールに行きたいんだけど、坂本さん、あ、よかった、最終的に会えたわ。遅いよ、新著取る。 A 最もいらないやつくれたやん、もう勘弁してや、それじゃねえよ。で、無地が青く輝き出す。うわ、いろいろと増えたな、どうしよう。最後ちょっとパワーパネルおまけで組んで、これで終わりにして次向かうわ。体力がね、どっかでやっぱ爆上げしないとこの先積むな。ステージ4、でこの体力だといつ終わりが迎えても分かんないからね。ほんでプロ入りカードがあるから、それが怖いんですよ。とりあえずおにぎりパネル優先して踏んでいこう。あ、吹っ飛ばしカード、うん、カレンに吹っ飛ばされて終わるエンドもこれだとなさそうやな。で宝箱取って、中身野球、あー、総力超人伝か、あー違う。でカレンはそこね。いや、このステージはもうミートパネル組んで、会いたい選手はいるけれども、もうゴール優先して進むべきやね。で、最終ステージでミートもパワーも上げる。パワーに関しては最低限 B は必要やし、ミートに関しても、岡本と同じ同程度じゃあかんかな。打力で勝たないとダメなんだから。だから勝つためにはどうしたらいいかというと、いろいろとやるんです。特化パネルはないからパワーを重点的に上げるのは難しいかな。てか、パワーパネルがない件について、パワーを上げようとしてる青年が今ここにいるのに、パワーパネルがたったの一つしかないよね、見る限り。そんなバナな話があるのかというと、あるんです。このモードは意図的にいつだって起こりうることなんです。怖いでしょ。これでパワー死の61程度じゃあかんよ。漂う雰囲気で戦車は動けなくなる。で、宝箱の中身は、あ、
イエス、ありがとう。じゃあもうこれね、今あるミートパネル踏んでミートをほんと最低限 C くらいに持っていきたいんだけど、なんで回復量がたったの2程度なのよ。まあ、これだと上げれねえじゃねえ。今度赤パネルも変に踏みとうないわ。せっかく弾道4にしたの無意味になる。そしてカレンにここでロックオン。ちょ、勘弁して。今お前に吹っ飛ばされたら終わりよ。プロ入りカードあるから成功はするけどね。あ、そうだ。飛ばしカードあるから問題ないわ。うん。だからここはもうカレンの方特攻で。はめれるのであればはめたい。逃げるなよ、そこで。はめれたらまだ長くプレイできたのに、お前が逃げるから。もうこれ一回シャッフルパネル踏むよね。残す体力2しかないから、そこで。ハテナパネル踏む？まあ踏んだ方がいいがわよ、まあ、な、赤踏むよりかこっち踏んで、はい、急に気分が悪くなるで終わりです。おいおい、大丈夫かこんな選手で。正直何の特徴もない選手を作ってしまったが、ただプロ入りカードを持っている限りこれで終わりなんだよ。うわ、やばいかも。今回両選手をペナントで回す際の起用法は、視聴者のリクエスト通り打順4番の三塁手フル出場起用で両選手をペナント回します。それ以外の部分はデフォルト通りです。野手も投手も。だからチームの成績に差が出るとしたら、まあペナントごとのばらつきもあるんですけど、4番としての差もあるんじゃないですか。じゃあまずは A 選手と名がついた選手をこれからペナントで回していきます。 A がどっちなのかは置いといて、回す順番に関してはいつものようにルーレットアプリでランダムに決めましたので、A がどういう個人成績、またチームの成績を残してくるのか注目して見ていきましょう。 A のシーズン開幕始まった。このシーズン2第1弾目の1人目どうなるかわからん。まあでも一つ A が残す成績が物差しになるんじゃないですかね。 A が残す成績によって B がどうなんだ、B はどうで A はどうなんだ、わけわかんなくなってくるから。で、まあ、デフォルトのジャイアンツは強いですから基本優勝する。ライバルになるのは中日ドラゴンズ、横浜、この辺かな。この辺といつも優勝競い合って、10回回したら6回くらいはジャイアンツが優勝するんだけど、そのうちの4回、残りの4回っていうのが中日と横浜が優勝を分け与う感じかな。どうだろう、今のところジャイアンツ、 A が率いる4番率いるジャイアンツはいいペースで勝利を積み重ねていってるが、なんかこの中日の粘り強さがあんのよね。なんなんだよこれ。あ、でもゲーム差は離れていってる。いや、離れないね。なかなか3ゲーム差以上にならないずっと近いよ、気持ち悪いな。離れろや。うわー、どうなのこれ、一時的にちょっとやばくなってきたんちゃう。後半戦シーズン終了で、こっから、あ、前半戦終了でこっから後半戦ね。一回降りたね。降りて追いかける立場になったジャイアンツ、ここから A の頑張り次第ではまた再び1位になれるんじゃない。いや、しかしどうなんだろうか。シーズンのこの8月というのは野手にとって地獄ですよね。疲労が溜まっている。このパープルにも当然疲労システムはあって、それもオンにしているので、野手の場合はここで数字を落とす傾向が高いんですよ。前半戦は良くても後半戦で数字を落としてトータルあれれみたいなことがある。 A をの場合はチーム順位見る限りあまり4番として、いやでもだんだん近づいていってるんでね。あ、でもマジックナンバー点灯した。このまま巨人が優勝を逃すのか、中日が優勝するのか。あー、中日が優勝したリアルにないことだけがこのシリーズはよく起こるな。まあでもリアルにあることも起こってますけどね。それはオリックスの再開しと怖いかも。で CS、 まあここもどうでもいい結果なんですけど、一応ね、ジャイアンツは日本シリーズに進んでなお負ける、出た意味ないやんまあいいですよここは。じゃあこれから A が率いたジャイアンツの成績、また個人成績を確認していきます。まずはチームの順位表から見ていくとこんな感じですね。ジャイアンツはリーグ2位78勝、勝率は5割6分1厘 1.5 ゲーム差で優勝を逃し、中日が優勝するというリアルにない光景はこのパープルではよくあるんですよね。 A の方では優勝できずか。じゃあこの、ね、B の時はどうなんだってなってきたらね、そこで差が出るかもしれないね。チームの順位表はこんな感じで、投手成績を見ていくと、チーム防御率は 3.42、 失点数は521、被安打数は1242。三塁手という互いに起用法なので、守備の能力が変わったらちょっとここの違いも生まれてくるんじゃないかな。 A の時はこんな感じで、その分打つ方では得点数は613で
もうトップですね、リーグトップ。打率に関してはチーム打率はそこまで高いってわけでもないですけど、本塁打を多く打ってるのでチーム全体で、あと4番の A も打ったんかな、そこもあるんで得点数トップで、得失点差をプラスってなったんじゃない。逆に犠打と盗塁やバーストもこれだけ打てたら何の問題もないわいって感じやな。チーム成績はこのようになりました。次に確認するのは個人の成績。今回の場合名前を伏せてまず最初にですね成績を紹介させていただきたいと思います。 A のシーズン振り返っていくと、成績オープンどや。まず規定打席到達してます。 A の選手は、5人が到達している中、ワーストが2割6分、トップが3割0分6厘となってる。皆さんどの数字が A だと思いますでしょうか。シンキングタイム3秒与えましょう。 1,2,3 はい、 A は正解はこれです。2割7分7厘で143試合に出場してこういう数字を残したのが A でした。552打数の153安打、2塁打21本、3塁打0本、本塁打何本、26本という数字、塁打数252塁打、打点99打点で惜しくも100打点届かず、得点圏打率は2割7分8厘で、得点圏機会は162打数もあるのにもかかわらず打点が99打点というのは正直個人の能力否めないって感じやね。もうちょっと個人で頑張れば100は届いてるはず。得点圏安打45でしょ、本塁打率は 21.2、 4番としてもこの率は物足りへんけどね。例えばこれ上野選手なんて 14.4 なんて打ってますから、まあそれくらいですよね。やっぱ10打数に1本くらい打つのが4番という印象があるんですけど、ちょっと A はここまで4番として物足りない部分も多々ある。得点68、三振110個、フォアボール64個でデッドボールは2つ、ギラ0、ギヒ3、閉殺15個と、ここもちょっと多い印象やね。まあこれ見て、上の選手注目です。上は79個フォアボール選んで、ほんでこっちは104個ですよ。こんな選手がね上位におんのやからね、月増える理由もわかるけど、でも少ない方がいいのも事実だよね。盗塁は0で、出塁率、長打率を見ていくと、長打率は4割5分7厘の4番か、出塁率は3割5分3厘、 OPS で見ると8割1分という数字になりました。守備の方も見ていきましょう。守備率ではエラーが11個、守備率9割7分7という数字を叩き出したのが A でございました。年間表彰式でタイトルの確認だ。まずはベスト9、あ、選ばれてますね。 A の選手が三塁手で受賞してます。ゴールデングラブに関してはここは受賞できず、中日の高橋周平が受賞している。個人タイトルで見ていくと、お、A の選手99打点ではあったんですけど打点王を受賞しました。ということで A が受賞したタイトルは打点王とベスト9、まあ、予想外とも言えへんし、かといって予想内とも言えない。 A が残した成績はなんかどこにも当てはまらない感があるんですけど、まあ、こういう数字を叩き出して A のシーズンはこれで終了。続いて高校の B 選手と名がついた選手をこれからペナントで一気に回していきます。 B のシーズン開幕じゃい始まった。そしてシーズン2、あまりオートペナントで回してる最中とか成績を確認してる時、そんなリアクション取らないようにするわ。ちょっとシーズン1は喋りすぎた、それにもよってネタバレしてた部分はある。だからあえてシーズン2に関しては喋らず、淡々と静かにやっていこうと思うんですけど、その行為そのものがちょっとネタバレ的な感じだよね。まああんま気にしないで、まあ、ここで注目してほしいのはチームの順位です。A がチームを2位に導いたのであれば、 B も同じく2位以上に導く義務は当然ながらあるわけなので、4番としてどういうチーム成績を叩き出すか、チームのその叩き出す順位によって勝率とかによってやっぱ4番としての成績もある一定決まるからね。チームの順位が高くなるのであれば当然ながら、まあ、B の成績も良くなり、チームの側低迷するのであればそれは4番としての低迷にもつながるので、今のところは2位という立場で、そして今回は広島カープ今のところ1位っすね。まあでもかなり競い合ってる状況なんで全然わかんない。それより下とはゲーム差入っとるから、もうこれは広島と巨人の一騎打ちじゃないですか。どっちが制せるか、シーズン後半戦こっから突入で、A 同様ここから夏場が苦しい時期やからね、チームにとっても個人にとっても、ここで数字を上げるかキープするか落とすか、選択肢によって A とはまた違う道に行って、まあ、それがいいのか悪いのかも置いといてどうなるんだろうね。苦しい8月真っただ中、カープとの優勝争いはまだ続いていて、これはすごいな。どっちになるんだろうな。パリーグなんて圧倒的にいっとるけどね、マジックナンバー点灯してる。あとはもう数十試合かな、9月突入、
でもまだこのゲームさえ最後まで競いやっとるぜ。楽しくはあるけど。わわわ、横浜が上がってきた。ここに来て、え、お、優勝したのはジャイアンツやけど、最後何ひっそり横浜上がってきてんだよ。お前逆転優勝されるとこだったね。順位は最終的にこのようになって、ポストシーズンはどうでもいいんじゃないですかね。見なくてもいいと思う。あ、そもそも勝ち上がれず、日本シリーズはカープが勝ち上がってカープが日本一になりましたとさ。ちゃんちゃん、うん、カープファンのみんな喜べ。ポストシーズンの結果は一旦置いといて、あんなものはどうでもいいですからね。それよりもこれから確認するはレギュラーシーズン公式戦で残したチームの成績と、あと B の個人成績、そこを見ていきます。まずは順位表からオープン。このようになりました。巨人は79勝、勝率5割6分8でリーグ優勝している。 B が導いた結果チームは優勝して、 A が導いた結果2位になってしまった。そういう構図がまず出来上がったよね。4番としてチームを優勝に導くか導けないか、そこが一つ対決の要因になってくると俺個人的に思います。で、チームの投手成績、そこを見ていくとチーム防御率は 3.70 ということで、 A が率いてた時よりも悪くなってるわ。これは三塁手としての守備力の差なのかもしれない。 B よりも A の方が三塁としての守備が上手くて、それもあったから失点数防御率の違いが生まれた。ただ野手の部分で見ていくと、おお、さっきよりも明確に得点取れてるよ。さっきもすごかったけどね、さっき以上や。あと盗塁数に注目、さっきワーストだった指標が今トップリーグ67盗塁を決めている。この位に関してはさっきと比べて減ってはいるけども、ただ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 その足を生かせるチームとなってるよね。それがまたこの得点数にもつながったので、こういうジャイアンツのスタイルだからこそ優勝できたんじゃないかな。 A の時とはまるっきりチームのスタイルがなんか変わった印象、データを見る限りはね。チームの成績はこのようになっている。まあ、結局は個人の成績で全てが決まるのでね、 B が残してきた4番としての個人成績、そこを見ていきましょう。ほんで今回も名前を伏せて成績を紹介していきますのでね、 B の成績オープン。規定打席到達したのは全体5人、ワーストは2割2分6厘でトップは3割3分7厘ということになっている。皆様どれが B だと思いますでしょうか。シンキングタイム2秒与えよう。今回も1、2、正解はこれではなくてこれ、3割3分7厘というのが B が残してきた打率で、試合は143試合に出場しているということになり、打数は555打数、ゾロ目で187安打を記録して、2塁打43本、3塁打2本、そして本塁打何本、27本となりました。単純な本塁打だけでも A より上やな。ここまで塁打数は315塁打、打点122打点、得点圏打率3割1分3厘で163打数の51安打、機会も多いですけど、その中チャンスで打ってるバッティングもある、あと長打自体も多いということもあるので、 A と違って打点を100打点クリアしている。 A が打点を取ったのであれば B も確実にこの打点数であれば取れるんじゃないですか。で、得点は106得点、三振が82個、フォアボール64個でデッドボールは4つ、犠打0、犠飛5、併殺11個、盗塁13個で成功率8割1分3厘、普通に長打も打てて本塁打も多い上に足も活かせる、なんか隙がない4番って感じですけどね、どこか鈴木誠也感感じますよ。鈴木誠也2019年の巨人にもおるんか、それはそれでいいけどね。で、長打率で見ていくと5割6分8厘、出塁率は4割0分6厘、OPS は9割7分4厘という数字を残したのが B ということになりやした。守備で見ていくと、失策数は13個で守備率は9割6分7を記録している。ゴールデングラブはちょいと厳しいかな。年間表彰式でタイトル受賞の確認だ。まずはベスト9から見ていくと、選ばれてますね。 B の選手は三塁手で受賞、ゴールデングラブは阪神の大山が受賞しているため A も B も取れず、そして最後個人タイトルを見ていくと、B はあら何も取れてないですね。どういうこっちゃ。首位打者アルモンテでバレンティンが本塁打を、打点王もバレンティン、こちらがバレンティンが記録した成績ということになっている。打率は3割2分8厘でホームランは35ホーマーで打点132打点、これもあったので
B の選手は受賞できず、 A はね年間99打点で受賞できたんですけど、 B に関してはライバルがいたせいで取れなかった。こういうこともオートペナント回してればあるんですよね。ほんでそこでタイトル取れるか取れないかっていう差も大きくなってくるので、正直 B に関しては不運な部分もありますよ。ここを見る限りね、それ以外のタイトル、例えば首位打者だって十分にあり得たんですけどね。ただ首位打者を受賞しているアルモンテが3割6分7厘を記録しているため、ここも不運だったね。なんやねんこの打率、やんべえだろ。もちろん最多安打に関しても213安打も記録しとるからね、スイッチヒッター史上最多安打ですね。これはね、秋山の記録には及ばないけど、ただスイッチヒッターという区切りをつけるのであれば、もう歴代トップですわ。かー、不運やな。ほんと本塁打王以外のタイトルは B は受賞できる権利っていうのは持ってたんですけどね、ただ残念ながら主要タイトルは何も取れず、 B の選手のシーズンはこれで終了となりました。んじゃあこれからシーズン1同様シーズン2に関してもピーマンチャンネル内で視聴者の方にアンケートを取ってですね、視聴者がどういう答えを導き出すのかというものを見守っていきたいと思いますが、ただ個人成績を比較すると圧倒的な違いがあります。まずは指標だけね、 OPS がまずこれだけ離れてる時点で巨人の4番としてもう明確な違い、もはや答えが出ているので、正直アンケート結果に関してももうこれまで同様圧倒的じゃないかな。勝つ負けるにしても圧倒的な票を得てきたんですけど、これに関しても勝つ負けるにしても圧倒的でしょうね。またね、注目してほしいのは盗塁数です、もはやここが答えじゃないかな。ここでどっちがどっちかっていうのをねもう前面に出してますよ、B の選手はもう意思表明してますよね。俺はこっちだーってこの盗塁数がもはや答えです。あとね、タイトル打点を取ってる取らないの違いもありますけど、もはやこの OPS の差であればそれも消えるんですよね。近い OPS とかね、ちょっとした差であれば打点をタイトルホルダーな方がっていうこともあると思うけど、もうこれだと、視聴者の方の答えも事前に分かるというか占えるというか、おそらく僕と同じ意思を持った方が大量にいると思いますので、本当あとは柔らかく笑顔で迎え入れていきましょう、答えってやつをね。圧倒的な決着になりました。今回後に回した B 選手が僕の選手で、あんな成績を残してきた、こんな何の変哲もないノーマルな能力の選手が OPS9 割並ぶ4、ちょっとできすぎな感あるな。なんかちょっと疑いを持つよね。ホームランとかはまあ弾道4だし、まあそこはいいとしても全体的な数字の高さ、偽りの数字に見えるんだよね。そう思ってんのは視聴者だけじゃない、この俺もそうやで。自分で作りながらこんな数字残せると思ってなかったから、選手を作った時の俺のあのリアクション見てたらわかるやろ、あ今回ピーマン負けたかいやってね。俺もそう思ってたんだけど負けなかった。正直信じられないね。これはもうたまたまでしかない。まあ一回きりだからこそね、どういう数字が出るかっていうのはいつもわかんない言うとるけど、にしたってできすぎだと思うんで、これちょっともう一回だけこの B 選手、僕の作った選手回してみるわ。多分そこで真実が出るんじゃないかな。おまけの1年のシーズンが終了しました。ここでは真実ってやつが成績に出るはず。そこを見ていくと成績オープン。それは逆に低すぎるような気がするんですけど、2割4分4厘という、これ僕の選手ですね。それ以外の数字も映ってますよ。ホームランは22本で、打点95打点、得点圏打率2割5分6厘。得点圏打数が180打数もあるのにもかかわらず、この程度の打点数誰が評価すんねん。100打点いくのが義務の中、その義務を果たせられてないのが俺の選手。さっきとは全然違いますね。何もかも。盗塁数は10個、成功率6割6分7、OPS で見ると7割3分1厘。いや、これはこれで真実じゃないと思うんですよね。この場合は何の変哲もない能力に対して低すぎる、逆にね。OPS はまあ7割後半から8割前半くらいがまあ普通というか、残してくる予想できる範囲ですから、これはこれでまたおかしい。君は普通を嫌う人間なんだね。あのね、君の正体普通を出してほしいんだよ。だからおまけで1回回したのね。上限はさっき見せたあの数字で、下限一番下はこれかい。つかみどころがわっけわからんね。まあ何の変哲もないからこそ1回ペナントで回せば数字の変動が激しいんじゃない？状態によって上がったり下がったり。だから
からさっきの場合はノリノリになったとしか考えられないレベルの好成績ですよ。だから対決の部分は本当何の異論もなしにアンケートの結果が示している通り僕の選手の勝ちということになったわけ。これでシーズン2第1弾目グループ1人目の岡本和真は無事撃破で、問題は2人目の坂本隼人いる。これが厄介やな。確かに今回は能力に対してできすぎな数字を残して勝ったけども、たとえあのような数字を残したとしてもできすぎであったとしても次回負ける可能性があるのが坂本隼人なんですよ。強えから OPS 軽く10割台とかね、そしてかつて打率4割を記録した異次元な坂本も見たことがある。あの坂本が脳裏にこびりついて離れない以上はぶっちゃけどんな選手を作っても勝てそうにない、勝てそうな感が一切ないんですけど、まあでも岡本を倒したら次は坂本ということなので、次回その坂本隼人、嫌いな人ですら認めてしまう最強の遊撃士との戦いの模様をお届けさせていただく予定です。興味があればまた見てくれ。今回動画はここまで、ご視聴あとアンケートのご協力今回もありがとうございました。グググググッバイ、またも。